吉田前後は、日本の海軍軍人、海軍大将、海軍大臣、連合艦隊司令長官を歴任した、佐賀県出身、氏族、峰与八の四男、米屋、吉田助次郎の養子となる、旧姓佐賀中学校に進み、声優団と名付けた、交友団体に加入。小上峰市はこの時以来の友人であり、同会には、下村個人もいた。 1923年、分家した。海兵32教192名中12番で、卒業。すでに日露戦争は開戦しており、唐崎丸で訓練を受けた後、カス艦長府として日本海海戦に参戦した。吉田が選んだ海軍陛下将校としての専門は、水雷で第一水雷戦隊参謀などを務めている。海軍大学校は、 第一選抜で合格し、塩沢孝一、島田茂太郎とは、海兵、海大とも同期である。戦艦、混合、道の区の、各艦長、連合艦隊参謀長、海軍省軍務局長、練習艦隊司令官、第2艦隊司令長官などを歴任。1937年12月1日からは、 連合艦隊司令長官を務めるが、1939年8月30日に安倍内閣の海軍大臣に就任。与内内閣第2次、このえ内閣でも留任した。1940年に大将に累任。軍事参議官、品方面艦隊司令長官、横須賀陳府司令長官などを経て、1945年6月1日に予備役となる。 1946年公職追放となり、1952年追放解除された。吉田は部下の使い方があまり上手ではなかった。同期の山本56は吉田の大臣就任に際し、吉田の将来を危惧し、海軍次官留任を申し出たが、山本は連合艦隊司令長官として会場に出ることとなった。しかし、 公認の住山徳太郎は山本や井上成美のように強力に吉田を補佐できるタイプではなかった。第二次、この内閣発足以後、日独位三国同盟締結に向けた動きが加速し、会長である吉田はその対応に苦慮することとなった。外相、松岡洋介は熱心な三国同盟推進派であり、松岡はアメリカ国民の半数はドイツ系なので、 日独同盟を結べば、ドイツ系アメリカ人が戦争抑止に動き、アメリカとは戦争にならないと自説を展開。これに解き伏せられた吉田は、日独遺三国同盟締結に賛成する。吉田海軍を代表して、同盟論に賛成したものの、内閣の予想に反し米軍は軍備に着手。吉田心配のあまり強度の神経衰弱にかかった。 周囲に辞任を勧められたものの、吉田は、自らの辞任が、国際関係に悪影響を及ぼすことを避け、職務に励み続けた。しかし、限界を超えた吉田はついに自殺を図り、日独位三国同盟締結直前、1940年9月5日に、会長を辞任した。後任の会長、及川小四郎も、前任、吉田が三国同盟に賛成した以上、 自身が反対するわけにもいかず、同27日、日独区位国同盟は締結された。なお在任中吉田は、消極的ではあったが、情勢の推移に伴い不定国国策要項や、世界情勢の推移に伴い、富士局処理要項、推進準備の発動を認めている。宗教は仏教。東京在籍で、住所は目黒区柿の喫茶以前、 日独位三国同盟締結が取り沙汰された第一次、この絵内閣、平沼内閣期には、当時の会商、与内三政だけでなく、外相増商も三国同盟に反対していた。これに関して、昭和天皇は、吉田は、松岡の日独同盟論に騙された、吉田は真に受けたと回想している。ABCDEFGHIJK、人事更新録。 第15版下よ10ページ。2018年11月22日閲覧。ABC、人事更新録。第9版よ51ページ。2018年11月22日閲覧。ABCDEFGHIJK、人事更新録。第12版下よ50ページ。2018年11月21日閲覧。最後の取りで P124。 朝日新聞1946年3月11日1面。毎日新聞1952年2月14日、夕刊1面。井上成美資料ピアニッシも302から 303?5 人の海軍大臣、吉田前後ハット ABCDE、昭和天皇独白録、P60、海藻の海軍一筋物語ピアニッシも119から120、日本海軍。 怒り上げげ第14話米内、山本、井上トリオ、審判、与内三政ピアニッシモ169から175、4人の軍令部総長、長野治美、官報第6 6 8二号、除人及び、事例1905年10月5日、官報第7329号、除人及び、事例1907年12月2日、 漢方第7949号、序任及び、事例1909年12月21日。漢方第748号、序任及び、事例1915年2月1日。漢方第3423号、序任及び、事例1924年1月23日。漢方第3559号、序任及び、 事例1924年7月4日、官報第2129号、除任及び事例1934年2月8日、ありがとうございます。